立ち技格闘技、世界最強は誰なのか。その疑問に答えを出すべく去年開催されたライズワールドシリーズ、世界のトップ選手たちによるサバイバルトーナメント、団体競技の垣根を越えた天下統一戦が行われた。58キロ級優勝候補の一角が神童と呼ばれる男、那須川天心。ここまで28戦全勝、 KO 率 75% を誇り、最強に最も近い男と言われていた。この格闘技界を俺が変えたいと思います。インスタグラムのフォロワー数は日本の格闘家で最も多い52万人超え。ジャンルの枠を超え絶大な人気を誇っている。さらに史上最強のボクサーメイウェザーとも対戦。挑戦の道を歩み続ける天心が掲げるのは、拳で歴史を変える。そんな革命児がたどり着いた次なる舞台が世界最強を決めるトーナメントだった。本当強いやつ集めて日本を、世界一を決めようっていう大会だったので、この大会ばっかしは本当落とせないですし、で作戦も練ったりしてないと本当勝てないなっていうふうに思ってたので。初戦まで2週間を切ったこの日、天心は幼い頃から練習相手を務める父親と共に入念な準備を行っていた。そして勝負の鍵となるある秘策を練っていた。対策してる、はい、ミドル打つ時に体粘る、それでハイキック。そのぐらいこっちにこういってみる、そのぐらいの勢いで蹴った方がいい。うわっ。迎えた決戦の日、天心にとって初となる世界規模のトーナメント、運命の初戦、いよいよその瞬間が。はい、そうですね、はい、もうバンテージ巻いていい感じです。すごい試合続いてます。そうですね、頑張ります。いざ世界最強へ。しかしその前に立ちはだかるのはアルゼンチンのムエタイ王者、勝率 92% を誇るフェデリコ・ローマ。次のパンチを出します、ローマ。その固いガードを崩しきれず、試合は第3ラウンドへ。ローポーズにしているローマ。するとここで天心の代名詞となったこのポーズで挑発。そしてさあ挑発する、この日のために磨き上げたハイキックが絶妙のタイミングでヒット。なんというファンタジスタ。そう、トーナメント初戦を見事 KO で飾った。まあ、会心の一撃ですよ。あれはなかなかないタイミングですし、今あれで倒せって言われてもなかなか倒せないんで、本当にあの瞬間あのタイミングだからこそバーンと入った技ですよね。